日本川トンボは、川トンボカワトンボ属の中型のトンボの一種。成虫の全長は、オスが50から68ミリメートル、メスが47から61ミリメートル。未成熟な個体はメタリックな青緑色で、成熟した個体は、腹全体に白い甲を吹く。オスの羽は、大イ,イ色羽、アワダ,イダイ色羽、無色羽の3タイプがあり、メスの羽は、 泡ダイダイ色羽と無色羽の2タイプがある。生息する地域によって羽色のタイプが異なる。ダイダイ色羽型の成熟したオスは、羽上部に不半透明のブッチがあり縁紋は、赤葛色、未成熟のものは、泡ダイダイ色羽型に近い色合いで、縁紋は白色。近炎種のアサヒナカはトンボよりも死脈が密で、縁紋は細長い。ヤゴの全長は、 約3 1ト、mm、ル平地や丘陵地の中水植物や沈水植物が生育する、中流域の緩やかな流れの清流に生息する。オスは、水辺の植物や石に止まって、縄張りを作り、近づいてきた他のオスを追い払う。メスが現れるとホバリングして、求愛行動をする。メスは、朽器木などに散乱する。5月中旬から8月初旬にかけて産卵し、 2から3週観覧で過ごす。幼虫の期間は1から2年程度で越冬する。ロシアの千島列島、日本に分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に広く分布する。日本では川トンボ科の5族7種が生息し、川トンボ族には本州と朝日中川トンボの2種がある。従来東日本の個体群の東はトンボと、 中部異性の個体群の大川トンボと呼ばれていた種が、2004年に DNA の ITS1 領域の延期配列と外部形態による解析が行われ、2006年に日本カゲロウ学会和明検討委員会で本種に統合された。従来西川トンボや日浦川トンボと呼ばれていた、朝日中川トンボと非常に似ていて、この種との雑種も知られている。日本では以下の都道府県で、 レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。